日本は次期戦闘機開発に着手していますが、新進のテスト飛行終了後話が二転三転する結末。次々機戦闘機を準国産開発するために、現在、イギリスとイタリアとの共同開発計画に参加している。今回は、その3カ国共同開発での XF9 エンジンが使用されるのか、詳しく深掘りしていきますね。F3 戦闘機開発は、加速され非凡に導入されるのか、F35 戦闘機でも、かなりの開発期間がかかっていますし、やっぱり X2 新進を量産化して航空自衛隊に導入する方が早いような気がするのは私だけ。新進をちょっと大きくして格納部分を増やすと世界最強になるかな。タイトルに関するネット上の意見あれこれを紹介したいと思います。残念ながら使われないよ。日本がイギリスと組んだ時点で、あっちのロールス・ロイス社製エンジンで決定。石川島播磨重工のエンジンで間に合わせるっていうなら、テンペストは、ドックの昔に、FCAS、フランスとドイツが主導している将来戦闘航空システム、フューチャー、コンバット・エアー・システムに統合されて、フランスのスネクマ社のエンジンを搭載してるはず。すでに予算がついているなんて、当然のことを書いてますけど、そりゃ予算はつくでしょうよ。国会を通ったんだから。F3 戦闘機については、エンジンは、ロールス・ロイス社が主管になってるから、日本は、圧縮機とか、肝でないエンジン部分の開発や生産を任されるんじゃないか。日本向け以外の F3 には、ロールス・ロイス社が責任者になっているエンジンが採用されるのは間違いないね。日本向け F3 には、オプションとして、石張が作ったエンジンを乗せるかもね。日本が、どうしても国産エンジンじゃなきゃと主張したら、日本用の F3 だけならできるんじゃないかと思います。でも、そうなったら、ロールス・ロイス社のエンジンに石張は絡めなくなるでしょうね。つまり、イギリス向けやイタリア向けだけではなく、将来的に F3 戦闘機が輸出されるとしても、日本の石張は、蚊帳の外ということになっちゃうんですね。EJ200 のタービン温度が 1550°C という数字はデビュー当時のもの。勝った。って思うけど、そこで喜んでちゃ、お気楽すぎだよ。日本の IHI、石川島播磨重工にタービンブレードを作らせたら即解決じゃん。国際開発の中で低中圧のタービンブレードなら作れるというので、試しに日本メーカーに作らせてみたら大失敗という低たらく。同じ国として、日本メーカーがその尻を拭くのは当然だろう。ロールス・ロイス社は、トレントエンジンでも高圧タービンは手放さなかった。しかも、高圧タービンは、低中圧タービンよりずっと難しかったのに、ロールス・ロイス社は問題を起こさなかったよ。ロールス・ロイスは発表していないから、具体的温度はわからない。でも、EJ200 シリーズ最新型の EJ260 は、EJ200 より、出力 30% 割増し。当然、バックには、ハイスピードなテクノロジーの進歩があるんだろう。1550°C という温度は、1980年代半ばの EJ200 が開発された頃に叩き出した数字だよ。それから40年も経っているんだけどね。日本製エンジンは使われないでしょう。エンジンは実績が重要。昔よりコンピューターが進化して、今は、正確なシミュレーションができるようになったけど、やっぱり実際に使ってみないとわからない不具合はたくさんある。実績が全くないエンジンを戦闘機に採用するなんて、賭けですよね。予算がついたから国産で、となるとは限りません。今までのように、日本は、大金を出して完成品を買うことになるでしょう。もし国産にするのなら、入札か随意契約でとなるだろうし、結果は公示されるから確実にわかるはず。日本製エンジン、当然使われるでしょ。日本では、もう、次期、戦闘機エンジンの製造と、機体設計に、とっくに予算がついてるんです。軍事に関する限り、ニュースでも、利権が絡んだリークや、観測気球みたいな記事が、すごくいっぱい出るよね。ヨーロッパのサッカー選手の移籍とか、サッカー代表監督なんかは、代理人が有利な契約ができるようにあることないこと、自分側に、いい情報を流すけど、軍事は動くお金もどでかいせいなんでしょうね。
そういう関係のニュースの精度はひどい。こういう嘘に惑わされない方がいいです。日本の次期戦闘機用エンジンシステムは、設計まで日本の IHI と契約締結されてます。予算を紹介してあげると、2021年度は、次期戦闘機用エンジンシステムその1で、契約相手は IHI で契約金額は158億円。2022年度は、同じく、その2のエンジンシステムで、相手方は、やっぱり、IHI、契約金額は164億円です。これが、次期戦闘機エンジン設計予算から出てるのでちゃんとわかります。IHI が設計したエンジンを、次は製造するわけですね。ロールスロイスのエンジンなんて、影も形もありませんよ。日本は、IHI が設計まで契約済み。今年度は製造にかかるわけです。IHI 以外に、どの企業が IHI が設計したエンジンを製造すると言うんですか？イギリスは2027年に EJ200 の実証機を飛ばしてみたらいいんじゃないでしょうか。エンジン性能のネックになるタービンの入り口温度は XF9 の段階で摂氏1800度以上を叩き出したんだけど、EJ200 戦闘機のは摂氏1550度くらいじゃないですか。それでどうやったら間に合うって思えるんだろう。日本向けの F3 戦闘機には日本のエンジンを乗せるってことで納得してるんですね。イギリス向けもイタリア向けもそれぞれ自分の国の企業に金を落としたいだろうから、ロールスロイス社は自前のエンジンをつけられるならやっぱりつけたいでしょうね。となったら日本のエンジンのライセンス生産にするとか、タービンブレードとか一部のネックになる部分は日本に作ってもらうかの二択でしょうね。 EJ200 のタービン入り口温度って今は一体何度なんだ？ロールスロイス社は旅客機用のトレントエンジンでも爆発事故とか破損事故とか起きてるんだけど知らないのかな。解決策として日本の IHI にタービンブレード作ってもらってるわけなんだけど、あんまり知られてないのか。日本の IHI の実証エンジン XF9 のタービン入り口温度はなんと1800度C。じゃあ、EJ200 って何度なんですかね。イギリスで2027年に飛行させる実証機を EJ200 たす SG インテークで行うって発表があったからでしょうね。日本は製造しようかととっくに提案してるのに、XF9 系以外のエンジンで一体何があるんですか。イギリスには EJ200 しかないですよね。 XG240 戦闘機も実験中という話が聞こえてきたけど全情報出てこないんですけど、何回も言うけど EJ260 だってドライ8トン AB13 トンの非力なエンジンじゃないか。次期戦闘機どうやって飛ばすつもりなんだよ。タービン入り口温度ってジェットエンジンの推力を増やすボトルネックなんだってさ。だから、そこが何度まで耐えられるのかって質問なんです。さっぱり、数字で答えが出てこないんですけど。ごまかしてる？イギリスで2027年に飛ばすと言ってる実証機は EJ200 戦闘機。だからバカにしてるんじゃない？トレントエンジンのタービンブレードって、ロールスロイス社が作ったものだった。要するに、ロールスロイス社が、自力で問題解決できなかったから、IHI が解決してあげんたでしょ。だけどそれをごまかしてません。何の印象操作しようとしてるんですか？そんなに一生懸命になって。高圧タービンは手放してませんって言い張るけど、中低圧で不具合出したのに、ロールスロイスは自分たちで解決できなかったよね。1550°C ならロールスロイスでもできるだろうけど、1800°C 以上になったら素材技術がある国じゃないと作るのは無理でしょ。全くと言って良いほど情報は出てこないんだけど、XG240 はテストを続けているみたい。一応は、日本から高温に耐えられるタービンブレードのテクノロジーを教えてもらっちゃったのかも。どうしたって、日本で次期戦闘機を使い始めるスケジュールには間に合わないんだけどね。イギリス国内向け戦闘機は、自国が作ったエンジン使うだろうから、X240 エンジンにするかもしれないけど、
間に合うならねの話だけど。